ちょっと待って、毒状態落ちる前に、毒状態さ、いやマジで違ったらいいんだけど、ドルフィンとペンギンにちょっとログアウトしてもらっていい？ちょっと早いかも、今からの話は。耳バーって塞いどいて。で、これ一応撮ろう。動画にできるか分かんないけど、毒状態さ、最近、行った？行ったりした？あ、もしかして本物？動画なんのかな、これ。まあ、動画にするか、まあ、ちょっと、なんて言い換えるか。鉱石掘り。鉱石掘りにするか。俺が今から、鉱石掘りって言うから、全部その言葉にコピペして置き換えて。鉱石掘り。毒状態が、炭鉱に出かけて、鉱石掘りをしてる。採掘をしてると。なんか、話が来たんだけど、鉱石開発が終わった後に、俺は50人クラフトの毒状態だっていう風に身分を明かしたらしくて、なんかその、なんかこう、なんかその人は、まさか本物と思わないから、偽物かもしれないですけどって。ただ、毒状態を語って鉱石掘りに通ってる奴がいるらしい。いやなんか、YouTube 見る？っていう風に女の子が聞かれて、で、いや見ますよって言ったら、どういうの見るの？って聞いてきて、くんさん見ますって言ったら、俺ねー、出てるんだよって言って、行ってきて、で、俺ね、毒状態って言うんだって言ってきたらしいんだけど、毒状態、大丈夫これ、動画にして大丈夫これ。毒状態、レスポンス遅いからガチです。動画にしてください。マジか。マジか、これマジだったのか、これ。毒状態を名乗ってたってわけじゃないのか、これ。マジか。ちなみに俺じゃないけど、クソおもろい。本当かな？大丈夫かな？で、くんさん見てるって言ったら、ふーん、実は俺出てるんだよ、と言われ、そうなんですかと聞くと、俺毒状態って名前でさ、ミッキーポイン好きなやつ、わかる？っていう風に言われました。で、年齢は30中盤ぐらいで、割とがっしりしてるみたいな。毒状態って多分がっしりしてると思うんだよね、多分。そう、がっしりしてるって言うので、俺もしかしたら本物かなって、がっしりしてるんじゃないかなと思って、なんか。多分嘘だよね。多分毒状態を語ってる人がいるってことで合ってる。ドッペルゲンガーが鉱石開発してるって俺以外経験ある？いやー、これ面白すぎるよね。俺今笑い転げてる。語ってるでしょ、そっち系の店で。俺実は毒状態なんだよっていうのは異常事態すぎる、確かに。なんか全部終わって冷静になった後に、俺ね毒状態って言うんだって。判断を間違えすぎだろっていう。迷惑ではないから動画にしましょう。これは面白すぎる。キャス適当ならんでしょ。その人もさ、なんかどういうリアクションしていいかわかんないよね。自分がさっきまでさ鉱石掘りしてた相手がさ毒状態だったってさ、なんかちょっとなんかどういう気持ちになればいいんだろうみたいな。ああだからか。何がだからなんだよ。何がだからなんだ。すごいな。これずっとくんさんドキドキしてたの。いやなんかその俺が DM の確認してなくて、 DM を掘ったら出てきたその話が。うん、で多分なんかそんな嘘じゃないっぽい。掘ったらその掘るじゃない。読書って違う、掘るつながりだけど、その掘るじゃないねんな。掘られたのは自称毒状態。毒状態じゃないかもしれないけど、自称毒状態は開発されてる。まあ、めちゃくちゃ面白いね。毒状態を名乗りながらさ、鉱石掘りに行くやつってやばくない？ちょっと、動画その人見てたら、ちょっとやめてあげてくださいね。毒状態を語りながら、行きまくったらいつ垂れ込まれるかチャレンジやってない？そいつもしかして。いろんなところに行きつつ、俺毒状態で、って。やばすぎる。だいぶ狂ってるよ。よりによって毒状態っていうね。そっか、違うのか。いやドクさん借金あるって公言したのに、行って開発されてたらお金使ってるのおもろい。確かに。借金あって大変でーって言いながら、裏では開発コースにしっかり通い詰めてるみたいな。それはそれって、それは必要だから行くって。それも面白いな。お金がないって言ってるやつがそれ行くのもめっちゃ面白いよね。バニーガーデンみたいなもんでしょ。あーなるほどね。しょうがない。なんでもまあ、うん、まあね、基本的な人間の三大欲求だからな。うん、いや面白かった。面白かったというか、ちょっと惜しかったな。
ちょっとね、まあ今度毒状態、今度なんか別で行った時に毒状態って名乗ったら面白いかもよ。偽物の毒状態と本物の毒状態が多分それぞれ名乗り合ってるから、同時に2箇所で毒状態が開発することになるから、それすると訓吉炭鉱行ったら全員毒状態になることにしよう。いやー面白かった。じゃあ偽物の毒状態さん、これからも名乗り続けてください。ジジ、あれ落ち葉、あれ落ち葉くん、なんか久しぶりに見たような、どうしたの。時間は解決しねえよ。もう久しぶりに来ちゃと思ったら、時間は解決しねえよ。おっすおっす。最近リアル忙しかったんだ。偶然忙しかっただけ。忙しかったから全体オフも当日にしか俺に来れないって言えなかったんだよね。当日の午前中に言うしかなかったら、まあ忙しかったからどうしてもちょっとなーって。いただき、エビフライよりマシではある。確かにエビフライバックレか、クソやばいな。エビフライバックレってことでしょ、エビフライってなんて。そういえばそうか、あ、もっとやばいやついたわ。そういえばあいつどう思ってんだろう。俺からきっちり名前言うよな。いつか戻ってくるかな。あー、鈴木来たら戻るやつね。落ち葉がいない間になんか変わったよ。フェンネルが活躍したりね、親近感あるよね。落ち葉バイパーで1対5クラッチしてたりね。ほんと見てるの草にゃ見るよね。それは落ち葉なんかでも忙しかったって言ってたけどさ、バロラントのトラッカー見てたけど動いてたよね。トラッカー俺ずっと追ってたけど、トラッカーは毎日のようになんか動いてたよね。マイクラの時間だけ忙しかったのかな。彼は昨日も一昨日もデスマッチに行っています。ディディ、ナイス報告。報告大事だしね。いける。デスマだけ、デスマだけ。そろそろバロカス参加したいな。マイクラ行っとくか。まあ落ち葉くんはね、この動画で何を言ってるかわかんない人向けに言うと、落ち葉くんはね、前回この動画でまあちょっと一回ちょっと潜るかって判断で、まあ、潜ってたんですよね。多分地下に年始のフルパコンペスったら、さすがに行けねえよって言ってました。さすがにいくらなんでも行けないと。サンフラワーと関係ないよね。もうバウンされようが何されようがもう全然行くよ。ガンガン行くよね。サンフランってだって辞めた翌日にバロやってるーみたいな感じで、あの名刺で遊びに来たから、やってるー、空いてるー、一枠空いてるかー、のれんくぐりみたいな。サン入ったの、もう消えたの。何を言ってるか分かんないかもしれないけど、サンフラワーくんは応募したと思い込んでいたけど、実際は応募しなかったところをドルピンが助けてくれて参加型に入ったが、いろいろやらかしが続きまくってドルピンから呆れられてしまって、ペニガキからなんとか自分のパソコンを人質にペニガキが出すことで救済されたも、さらにペニガキ D に嘘をついて迷惑をかけたりして、面子の規約がちょっと破ってたようなことも発覚して、バンになりそうになったところを、ペニガキが自主的に参加型を辞めることによってバンを回避しろっていう風にアドバイスをして参加型を辞めたって形を取ったのがサンフラワーだね。ちょっと驚くかもしれないけど、これが事実なんだ。スターウォーズのあらすじ、たった2週間ぐらいの出来事なんだけど、ここまで起こしてった。あいつはある意味かなり強い爪痕、傷痕を残してたね。炎上 RTA みたいな、どこまで燃やせるかっていう、一つ一つのね、もうエピソードがもう濃い濃い。ゴッホもゴッホですごかったけど、参加して2日でバンみたいな、まあ、つまりいろいろあったわけだわ。まあ落ち葉こっからまたゼロからのスタートだから、しれっと戻ってきたけど、リケもどう許してやれるか、こいつを。承知します。スキンから誠意を感じない。ちょっと待って。反省してねえだろお前、それじゃないよな。リケもその余たれたスキンを変えろ。ちょっと紫がかった男のスキンっていうだけで別にスイッチアウトではないですよね。あの例のあれは別に。あれ海タイトさんもスキン変わってる。あれあれ、おい、何やってんだお前。おい何やっとん。おい馬タイト、何やってんだお前。しかも放置、それでいて放置なんだ。
あ、これ舐めてるな、これ完全に。しかもこのね、これ放置を言い訳にするために、この難病ヘッド持ってる。これでなんとかしようとしてる、こいつ。今 AOE やってるよ、馬さん。しかもさ、オフライン状態にしてじゃない？クソ悪しじゃない？今オフラインだよ、表記。マイクラの音聞こえない、音も切ってる。なんと小賢しい。まあ、落ちはこのスキンか。まあまあ、そのスキンだな、これから。なんか足んねえよな、ツイッターのアイコンは。ツイッターのアイコンもね、まあ、それ相応のものにしないと。すべてを見抜いてるからな、将軍は。何も言えなくなっちゃったもん。一体、リケモさんに何をしたんだってくらいのヘイト互いの草にゃ。まただんまり、前回と同じ。田辺マジで、お前本当に性格悪いよな。なんか、こういう時になって、お前出てくるよな。なんか前に、ぬぬぬって生えてきて。放置したパンツに生えてくるキノコみたいなやつだな、お前。ちょっとじめっとしたところで、汚い状態になってくると、ニュクニュクニュクって生えてって、マジで終わってるよな、マジで。自撮りをピースピースってあげてるけど、これいつまで残してるんです？姫。すぐ消しな。すいません、許してください。何でもしますから。そういう逃げに語録使うと芋虫嫌な顔すんだよね。結局口だけ、アイコンも変えてないやん。将軍今変えてる最中なんすよ。だよな、落ち葉。変えてもすぐ戻すよ、こやつは。ライブで見た。ちょっと優しくしとこうぜ、みんな。みんなサンフラワーの時どうだったかよく思い出せ。ここで詰め切るよりもちょっとほっとくと、おーみたいになってくるから、ここでね、格殺入れずとも、また怒るんじゃなかろうかってことで、一回泳ごう。のんびり。落ちはいいぞ、泳いでいいぞ。泳いでみようね。格殺がしたいんじゃなくて、トッパーが見たいにゃ。もう3回くらいの泳ぎではある。4度目のね、正直だね。また撮れるわけじゃない。落ち葉のやらかしでまた動画が一つ。4度泳いで弁明なし。いやでも弁明は、ね、あったよ、ごめんなさいって。セナタロウマジョ、田辺と一緒やってること。前にスズズーって出てきて、クン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 ってやってどっか行くのが、もう最悪だ。セナタナベ、イカオタナベレート、最悪すぎだ。